好きなことを語り合おう、アミュートークメン。いやー、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あ、いらっしゃいました。ありがとうございます。暑いね。暑いっすね、本当に。なんかいい。あ、ごめんなさい、紹介忘れてました。はい、あ、はい、はい、本日は神谷直道くんに来ていただいております。はい、アミュレットの神谷直道です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、あえて忘れてた。あえて忘れてたね。はい、まあ、神谷くんは今年からの、はい、ね、4月からね、はい、撮影は8月、くっそ暑い中そうですね、来る中汗だくでもう服張り付くレベルですよね。黒でそんな、そう、俺来るまで の, あの太陽光全部あの吸収してきてるすごいよ今熱量。冷めるのがもうなかなかまだ暑いもん来てすぐですから、ね、来て5分ぐらいですから暑いのね、4月からね、はい、神谷さんが来ていただいておりますけれども、はい、愛知県。はい、愛知県です。愛知、なんかさ、はい、名古屋県とかって、ね、ああ言われますよね。いや、うちのね、これ兵庫だから、はい、神戸とか言われるから、そうそう、しかも神戸じゃないから、はい、出身が、うん、うせっ、なるけどいや、僕も名古屋じゃないんで、いや、名古屋でしょって言われて、いやーみたいな渋い顔、名古屋しか知らないみたいな顔さ、言われすぎてさ、慣れてこない、ちょっと神戸でしょ。そう、うんって答えるかどうかめっちゃ迷いますね、実際。伝わんないからなみたいな。神戸に負けたのかなって思っちゃうよね。神戸の人ごめんなさいね。そういうつもりじゃないんですよ。でも神戸じゃないですからね。はい。そっか、愛知か。はい。うん。東京は何年目ぐらい？東京は大学卒業して上京したので、4年目とかです。もともと大学は群馬だったんですよ。群馬、へえ。関東に行かないとお芝居の勉強できないと思ってた感じで、そう、ガツッと入るにはみたいな、やっぱ東京で学ばなきゃみたいなイメージがあったんで、あの高校卒業するときにどうしても関東に行きたいんだって親に伝えたら、じゃあ大学公立行くなら好きにやりなさいみたいな感じで言われて、ね、じゃあ頑張るかって言ってギリギリ入れたのが群馬県で、群馬県に住みながら毎週通ってみたいな。行きながら。そうですね。で通ってて、で卒業してもうこっちに腰据えようかみたいな感じで、もうじゃあ墓まで墓も東京で。そうですね。なるほどね。でも群馬はどうなの、近かった？近くはないんだろうけど、そのアクセスはしやすい。あ、そうですね、なんか乗り換えもなしで、あ、そのままグッて来れちゃうんで、だから時間自体は1時間半とか2時間ぐらいかかるんですけど、でも実際 寝てるというか、なんかもうどこかかるの、ざっくり2時間ぐらいです。もう遠そう、だからあの、でも名古屋行けるよ。そうです、通えたよ、そのレベル、通えたよそのレベルなんですけど、だからそので田舎だからめっちゃ空いてるんですよ。なるほど、ね、だから角で座って大根を開くとか。お、なるほどね。その時はコロナとかでもなかったんで、あの、みんなでもありね。そうですね、だからご飯おにぎり食べてアップするみたいな。電車で。そうですねすごいね。匂いなかなか出ないものをチョイスして食べて、よし行くぞみたいな、準備を整える時間みたいな。2時間もあるもんね。そうですね、だったんで、逆に東京来て電車乗ってすぐ来るの、なんか心の準備だみたいになりました。最初は群馬経由してきたりね。あ、群馬行きなり一回群馬経由してきたりこの道この道ですねここだ、ここなら人がいねそうなんですよ。そうかね、おすごいね、群馬か。なんかね、俺はね、こっちずっと東京来たら、関東来たら東京にしか住んでないから、郊外っていうかね、埼玉とかそっちとか住んでないからね、あんまりピンとはどうしても来ないんだけど。ああ、なるほど。じゃあな、行きながら学んでたんです。はい、これ特技ことあるんだ
何何、いやそうなんですよ。どうしたの。いや実は野球とコトコトで打ってたの。絶対打ってたの。いやそうなんですけど、いやそう壊れちゃうよ。でも実家がコト教室で、へえそうなんですよ。だから両親とかじゃなくて、うん、父親のお姉さんがコトの先生で、うん、で家が広いんで、その貸し教室じゃないですけど自分の家でやってるみたいな感じの状況で、由緒あるスポーツじゃないけど文化じゃない。そうですね、はい、だからその小さい頃からことをなんか気づいたらやっててみたいな。大心ついたらそうですね。だからなんか、じゃあ今もバリバリ弾けるそうでもない。そうなんか僕もう離れちゃった。そうですね、なんかその僕スポーツとかが結構好きだったんで、うん、割と部活とかそっちの方に力入れ始めちゃって、そうすると発表会とかも出れないってなると、うん、まあやめといた方がいいんじゃないみたいになって、そこでやめたのが中学生ぐらいの時になっちゃったんで。でもそれまではがっつり書くこと。でもそんだけやってたんだったらちょっといじればすぐ戻ってくる。あ、そうだと思います。だからコメントとかも割と簡単な感じに書くんですよ。いや多分簡単じゃないじゃん。そんなことない。簡単じゃないと思う。多分ピアノとかに比べたら本当に簡単なんで。ピアノなんかただの黒い紙じゃないか。いや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 、もうあんな弾けないからね。弾けない。弾けない。楽譜は読めるけど。ああそうだ。そうですか。ことね。その影響でっていうか、中学生の頃に郷土芸能研究会みたいなところに入ってたんですよ、僕。三河漫才っていうなんか、うん、表現じゃないですけど、うん、なんか袴着てみたいな、待ってみたいな感じのクラブとしてやって、お祭りであったりだとか、うん、なんかのイベントに出たりみたいな、そういうのも出てたんで、割と、なんていうんですかね、日本の芸能的なものを小さい頃は親しんでたかなと。なんか小さい物心をつく頃からやってるものって本当に最後まで突き詰めれるか、途中でやめたくなるか、極端な二極化で、そう極端な二極化って一緒なんで極端だと思うもん。はい、子役やってる人が羨ましいとか思ったことあるけど。ああそうです。だけど結構やめる方っているしね。うん、多いと思う。多いと思うね。まあ、そう続けてる人も同じぐらいいるんだろうけど、なんか全てが若い頃からやってればいいのかって言われたらそうでもないのかなって思ったりは最近する。ああそうですね、なんか何か思考してやるっていう段階より前じゃないですか。そう本能的になってくるじゃない、どんどん。でそのことを始め、その共同研究みたいなのをずっとやっていきたいみたいな志を持ったことは一回もないなかったかもですね。なんか本当にお兄ちゃん子っていうか、小さい頃なんかずっと付きまとうじゃないですけど、でも兄弟だから兄弟だからあれですけど、ずっとついて回ってたんで、うん、とか遊びに行くにしてもお兄ちゃんの友達に構ってもらったりみたいなのがあって、だから兄が入ったから入るみたいな。野球とかも最初は兄がやってたからやる、でそこから楽しかったから兄より、野球は結局続けたんですけど、ってこととかその郷土芸能とかそっちの方も兄がやってたからやった上で、これはそこまでそのガッと集中してやれるのかなってなった時に、そうじゃないなみたいになってみたいなところなんですけど、でも結局そういうところからそのお芝居やりたいとか、そういうところはあるとは思いますね。それで急になんか芝居に行くのそうですね、なんかアニメが好きだったんですよね。今多いですからね、人前に出るとか声出して何かやるっていうこと自体は小さい頃の何か機嫌があったんじゃないかなという。興味が憧れになって、憧れが未来になるってことですね。そうですね、未来にしたいですね。したいですね、いやいやいや、そうですか。はい、ね、あれもちょっとスポーツっぽい。そうだね、ハイキングスポーツだね、しっかり。いや本当ですよ、この時期じゃなくても汗かきますからね、だいぶ。
だろうな息上がりますし、やっぱがっつり山登りっていう感じではないんですけど、将来的にはもうそういうのもやりたいなとは思ってはいる。なんかさ、山の動画って言ったらね、もう人間だけだなって思われるかもしれないけど、そういうの見ててもこれはこんな危険を犯してなんで登るんだろうっていう違う興味が湧いてる。山に対する興味じゃなくて、そういうことですね。怖いって書いてあるし、死ぬとか書いてあるのに危険を犯してなぜいるか、本当なんでだろうと思って。山があるからみたいな感じになってきちゃいますけどねそこに山があるからだろうね。そうなんですね。ございますけれども、はい、ね、ちょっと前半この辺りとお時間で撮らせていただきたいなとは思います。はい、前半戦でございました。後半もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。